け直しますか。高橋社長、ちょっと小窓上がりますか。喋りましょうよ。ごめんなさいね。ちょっと、うん。なんかいろいろとご迷惑をおかけしてるみたいですいません。あれ、これ聞こえてる？あ、聞こえてますよ。はい。お疲れ様です。お久しぶり。トンネルの中やから、電波悪いかもしれない。はい、あ、全然聞こえてますよ、普通に。お前のな、なんかその言い方が多分悪く聞こえてんの、全部。そうなんですか、ごめんなさい。喋ってることに対して、全部に対して悪く聞こえる、はい、から、はい、こんなことなってんねん。どんなことなってんすか。僕、ムカキンさんの枠見えてなかったんで、パイナップルのことしてて。めっちゃ炎上してたから。え？炎上してたかどうかは知らんけど、はい。まあ結局、その、あ、まあ、まず、不平等条約かなんかは知らんけど、はい、うん、それはそんなんなるのはその前から俺はめちゃくちゃずっと投げてきたわけやんか。いや、そうそうそう、ありがとうございます。はい、な、別にそっからじゃないやん、はい、なんかずっと細かく投げてきたやんな、はい、で俺の視点で言ったら、いつの前かそう、はい、なんかご飯おごるわみたいになってて、はい、なんか何回かそれが始まったと思うんだけど、はい、まあそれはなんかプロソロがなんか、はい、なんやろ、そういう話をしてたか分からんけどさ。いや、僕からは絶対してないですよ。いや、俺からはしてへんやん。え？いや、だから、俺からも全然してへんやんか。確かに、そう、川原社長からもしてはりませんよね。いや、でもその、はい、それで X さんからやられたとかさ、はい。まあ、言ってみたら、そうなりたかった時にそれを言ったのが、まあ、二人の話の中でやろ。そうなりたかったっていうのは、そのランキングなんか上位に行くとか、なんかそういう話になったんじゃないの。だからそこはあんまり、基本いつも X さんは投げてくださった後に、うん、次の会食300万なとか、その後出しじゃんけん方式なんですよ。僕拒否権ほぼなかったんですよね、うん、今まで。まあでも言われるがままって感じで。いや、でも正直言っていい？はい。まあ1回目なんかそんなんあったと思うけど、はい、なんかまあ、パイナップルは返したか分からんけど、まあ、ユダシとかさ、まあ、いろんな人にお金をプロソロが寄って渡しまくってたやん、はい、100万円以上。ああ、その、まあ、300万をその会食で使うだから、お金が余ったうちで、その、ちょっと僕が調子こいて、その、残ってた現金を、はい、渡したかもしれないですね、すみません、はい。いや、だから、はい、なんやろ、全部、悪く言いすぎやね、うん、正直。いや、まあ、そうっすね。しかも、ええ、なんか、なんやろな、うん、うん、まあ、お前も結構やばいやん、うん、酔ったとき。まあ、そうっすね、だから自分の CC レモンをキャバ嬢に、その、ちょっとかけたりとかっていうのもあるみたいなんで。いやいや、まあ、そんなんもいちいち俺言ってへんし、全然言ってもらっていいですよ、うん、だから、いや、お前の立場で、はい、人のことを悪く言ったら、はい、そう悪く聞こえるやんか、すべてに対して。悪く言ってました、俺。いやいや、ちょっと、ナチュラルに、お前、やばい。ナチュラルに、だからまあ、俺いつも言ってるやん。その、ナチュラルに、まあ、面白い部分もあるけど、はい。まあ、それがいいところやと思うんだけど、ナチュラルに、なんか、悪く言うつもりもないやろうけど、悪く言ってしまってる。悪く言っちゃってますかね、俺。うん。いやいや、まあ、別にいいよ。俺は別にええねんけど、その、はい、じゃあなんで、その過程を説明してへんのかなっていうのは思ってた。過程、うん、ああ、だからその、過程っていうのはその、どういう過程ですか？いや、なんか、うん。いろいろいい部分とか、いや、いい部分も言いましたよ。ちゃんと会ったことない部分に合わせていただいて。ムカタンの時の、あれは、さすがにない。あ、ごめんなさい。いや、これはもう多分、X、ちゃんも怒ってると思うよ。いや別に、じゃあ、あともう一つが、その、1月末からなんか、なんちゃらんで、はい、俺は、はい、投げてくれへんかったとか、いろいろ言ってるけどさ、はい。まあ、要は言ってたわけよ、プロソロは。俺らの、なんか、悪いことをね。言ってましたっけ？言ってんねん。言ってるっていうか、まあ別にいいよ。面白いから。ただでも、まあ、そう言われてたらさ、なんか投げたくなくなるやん。うんじゃあ、そもそもパイナップルとか、うん、プリン将軍とか、仕事で付き合いあるし、うん、まあちょっとそっちに投げることになってくるやんか。マジですか、うん、で、
それでお前がメンヘラ起こして、うん、なんかあのフォロー外してどうのこうのやって、うん、お前が勝手に、うん、あの要は歩んできてると思うね、この数日だな。ガチっすか。いやいや、まあ、まあ川原社長はまあそうっすね、そんなにもうなんかやばいことをやられたあんま記憶はないっすけどね。いやいや、その別に俺がやばいことしてるしてへんとかは、うん、まあどっちでもええねんけど、まあ、完全にやばいことしてるみたいな人間になってるやん。ああ、そういうことっすか。うんうん、なんかコメントとかももう別に読む、あれもないけど。読む。うん。いやけど、まあまあ、やっぱ しんどい内容は ありましたよ、いろいろね。うん、しんどい内容は。そうですね。やっぱ、まあ、熱湯と冷水はちょっとしんどかったっすよ。あのな、あれ、その、まあ、別に、あの、これな、熱湯、冷水、まあ、水は用意されてたと思うけど、はい。まあ、でも、なんやろ、プロソロさ、芸人や、うん。芸人っぽい状況の中で、うん、なんかそういう道のりになってるやんか。いつの間にか。うんうんうん。まあだから、その、うん、例えばケーキ投げた、ケーキ投げられたんすよ、みたいな感じで言われるねんけど、うん、な。でも俺からすると誕生日プレゼント、あんな卑猥なもんをプレゼントしてくる、うん、もう、プロソロは、うん、っていう先にそれがあるわけやろ。いや、僕はネタで別にね、ね、あの別に、ね。だから、いやいやいや、結局ネタやんか。そんなものをプレゼントしてきたっていうのは、こっちも、さすがにさ、うん、その、持って帰られも製品や、普通に考えて。まあけど、TikTok のね、非売品のグッズとかもちゃんとあの、ネタじゃない部分もありましたけど。いやいや、ほぼほぼネタやん。いや、まあまあ。はい。うん。あ、けど、Amazon のギフトカード1万円もちゃんと入れてたんですけどね。いや、それは見てないけど、俺は。はい。はい。うん。だから、まあ、変なものをプレゼントしたりっていう入り口があるのに、まあ、それを言わんことによって、うん、なんか、俺がケーキ投げたみたいな、もう感じの人になってたりとかするやん。だから、そういう、なんか前振り、前振りとか、全部言うのに、説明せずに、うん、もう言わんでいいよ。なんか、あの、はい。うん。はい。もう、河原さんがムキになるだけでおかしくなりますよ。あの、ムキに なってもないし、言わないと、君たちすごいコメントやばかったやん。うーん。いや、だから、その、投げられへんかったから、1月末から、うん、うん。なんか契約が終わったからさ、うん。別に契約あろうがなかろうが、別に、俺はずっと、なんか、仲良く、面白くやってたわけやんか。ありがとうございます。はい。すいません。はい。うん。で、じゃあ2月から、はい。こう、あんまりしたくないっていうのは、お前の、なんか、態度っていうか、その裏で、ピーピー言ってるのが、はい、はい、そう、なんか言われてるんやったら別に投げんとこうみたいな感じや。収まってから、なんか、っていう感じになるやろ、普通に考えて。あ、はい。うん。うんうん。収まってか、はい。うん、そうっす。でもなんかお前が、ただ、ほんまにメンヘラ起こしてるだけやと、やったと思ってる。メンヘラ。いや、いや、やっぱその、芸人は芸人でもやっぱ限度があるじゃないですか。ね。いやいや、それは、うん。なんか、別にええねんで、うん、その、それは嫌やったら嫌で、初めから来んかったらええと思うし、その誘いにな。うん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 。俺は別に何も誘ってへんし。まあ、X さんが誘ってくださってみたいな感じですかね。いや、まあまあ、X さんも楽しんできてると思ってるし、まあ実際楽しんでるやん、毎回。そうです。楽しんでるのは間違いなくて、そう。うん、楽しんでるのは間違いないですけど、まあ、いつの間にかなんかやっぱ血出てたり、頭に単行部できてたりとか、そのキャッシュカードやっぱ、その折り曲げられたり、あの、免許証ライターで破られたりとかいうのは、やっぱそのスマホもぶっ壊れたりっていうのが、これは別に川原社長じゃないですけど。まあまあまあ、それも、なんか、うん、なんやろ。なんか、お酒の席の中で、そう言ってるっていうこと自体が、うんうん、どうなんて、その、じゃあ俺らは、じゃあプロソロのこと言えるかって言われへんし。全然僕のこと言ってもらっていいっすよ、全然。いやいや、言いたくないわ。言いたくないですか。散々良くしてきたのに悪いことばっか言うなよ。そうっすね。で、もう一つ言うんであれば、はい。その、なんやろ。まあ、そういう、
それ以上に、普通より以上に投げてたっていうのも、あれやん、やそれ、なんかその、そうです、もうほんま、オールスターズ行けたのは、もうほんま川原社長と X さんが爆投げしてくださったおかげで、間違いなくて、うん、うん、それは本当に感謝してます。ありがとうございます。はい。ただ、前日の飲み会でね、僕が飲みすぎて、ゲロ吐きまくって、当日タクシーで、ね、会場向かうときもゲロ吐いちゃって、みたいな。あ、それは、まあ、僕の会やねんから、はい、飲みすぎの、あれは、もう、お前が自己制御。自己制御ね。何もできんの、俺らは。いや、川原社長も X さんも飲みすぎやねんって、いつも。あんなに飲まなくていい。俺らも飲んでるやん、そのテキーラとかも。そうそう、だけどその、お二人はもうお酒強いからいいかもしれないですけど、俺、いつも弱いやん。え？弱いやん、俺。弱い、いや、まあ途中で寝てありますけどね。だから、その、これからはその、表で言わずに、ちゃんと、その。いや、表で言ってもええねんけど、お前の言い方、はい、マジで、人を悪く陥れるような言い方やねん。はい、いや、全然けど、お世話になってますし、って言ってませんでした、僕、結構。いやいや、マジで、目が笑ってないとか、なんかもう、他の人たちが。はい。いや、目が笑ってないとかっていうのは、それは。目が笑ってないのは、元からやねんって言ったらいいやん。そうそう、元からですよ。それは、僕の構造上の問題であって、はい。僕の名前検索したら、ダー&ウー&ンショーってよく出るんで、それは知らないですよ、それは。はい。うん。いや、僕は全然これからも本当に、もう今日も日韓ここまでね、連れて行っていただいてるのは、川原社長と X さんのおかげですから、お世話になってるんで、うん。やんでそうだったよ。いや、やんでたみたいよ。いや、やむこともありました。やっぱり7割還元がしんどかったっすね。で、7割還元がなくなってから、やっぱ違うところで、川原社長がいっぱい投げ、まあ僕がね、いろいろ言ったせいもあるかもしんないんですけど、羨ましいって言うの？いや、でも、例えばさ、うん、こんなさ、その荒れてるんやったら、俺らも、その、気持ちよくおられへんくない？いや、まあ、確かに。思えへん？いや、別に脅して、うん、これも別に圧かけてもないしさ。うん。確かに、気持ちよく、楽しんでね、TikTok を、ね、やってくれてたはずなんですけど、なんか、無駄になんか、ちょっと炎上しちゃってんすかね。いや、僕は全然、あれっすよ。本当に日刊も上げていただいて、まあ、ウーバー届きすぎてんのはもう、笑っちゃったんですけど、はい。全然、僕は楽しいですけど、今は。1月末とか、縦部終わるまでは本当に、ちょっとしんどくてメンタル病んでましたけど、はい。今は全然、大丈夫ですけどね。まあ、だから2月15日、若干ちょっと怖いですけど、ええ、まあ、知らんがな。で、それ2月15日、こんかったらいいんじゃないの？俺別に、ええ、何やろ。もともと、その、最初さ、なんか2月15日、キャンセルしようとか言って、俺は別に来るつもりなかったしさ。あ、川原社長行かないですか ?2 月15日。いや、もともとな。あ、はい。2月初旬の時の話。うんうん。うんうんうん。いや、まあ、あれですよ。まあ、X さん曰く2月15日来なかったら投げないってお話やったんで、やっぱ、ね、もう、やっぱね、せっかくね、投げていただいてますし、なんか、日課もこんだけ上行かせていただいてるんで、やっぱ、エクさんと川原社長がいなかったら僕なんてもう底辺ライバーなんで、全然やっぱ、行きたいっすよね。うん。応援していただいてまして、はい。うん。はい。そうっすね。どんな感じなんですか？これをどうするの？どうするっていうのは？で、この人たちは。はい。はい、いや、だからまあ、群がってる人たちが別に言ってる意見はもう何も僕思わないですけどね。うん。俺さ、はい、なんか、なんやろ。はい。まあ本名でやってるしさ。ええ。別になんか、なんやろ。うん。名前とか別に全然。ええ。まあ、やってないし。その中でそう言われてるからさ、さすがに止めなあかんやんか。そっかそっか。だからその、うん、確かに。匿名だったらまだね、誰か特定できなかったらまだいいかもしれないですけど、うん、みたいなことですかね。確かに。いや、まさか、無加減さんとコラボすることでこんなことになるとは僕も思ってなくて。いや、俺わざとかなと思ったもん。わざとじゃないっすよ、全く考えてなかったです。全くっすね、本当に。
もうただただ無課金さんってまあ、その、結構ま、間が空いちゃうんで、その、間埋めるためにとりあえずいっぱい喋っとこうみたいな、配信盛り上げようっていう、ただそれだけです。わかってるよ、わかってるよ。なんかそんな感じやろなって、俺らはわかるよ。なんか必死やな、はい、必死感出てるじゃないか。そうですね、やっぱ。緊張感、緊張あって、必死感出てるんだなって思うんだけど、はい、ありがとうございます。なんかそれ、それが全部、なんか、俺らの、なんか、はい、あの、あれで、あれでそういう顔になってるって思われてて。あ、そうなんですか。いや、いやー、どうなんですかね。あれ、コメントオフにしちゃった。コメントオフにしちゃった。コメントがないとね、またわかんなくなりますけど、まあまあいっか。まあ、ね、コメントはあってもいいよ。別に。コメント あってもいいらしいですよ。あ、う、お、ん、ちゃん。そんな。お、ナイス。はい。まあ全然、ね、何の話でしたっけ？コメントオフになってからちょっと忘れちゃった。ありがとうございます。これで投げないとか、別に投げないとか言ってへん。確かに。まあ。そもそも投げへんやつにそんな言われたくない。確かに確かに。だからそのギフレビ低いやつがずっとごちゃごちゃうるさいんですよね。そうそうです。投げてる方の意見はね、すごく参考にはなりますけど。ね。別に、ほんま、文春みたいなことしませんからね。もうめっちゃお世話になってますし、本当に。いやいや、うん、もうしてるから。お世話してる？え、ああ、僕が配信してる。うん。はい。すいません。松本人志や気分やで、俺。ええー、マジっすか。いやいやいや、そんな干されるようなことないですよ。いやいや、ちゃんと訴えるから。え、ガチで言ってます？うん。え？松本人志のように。いやいや、で、え？ほんまに言ったら、怖いんですけど、俺マジで金ないです。そうやん、実名で、なあ、そんなされたら、嫌な気分になれへん。え、俺何しましたっけ？でも冗談やけど。あ、冗談っすか、めっちゃ怖いわ、ほんま。いや、だから、それが怖いの、ほんとやめて、俺、マジで。権力者の、だから、冗談か、落とすか分かんないの、怖い。それは怖い。自分のこと棚に上げて、うん。うん、なんかこういう話さんの嫌や。いや、まあ、俺のエピソードも全然喋っていいっすよ。もう僕基本だって、誰かの携帯壊したりとか、やってないっすもん。ええ。まあ、店員にでけえ声で喋りかけるぐらいっすよ、多分、僕。うん。俺は今、シンガポールに行こうとしてんの。シンガポールっすか？いいじゃないですか。え、シンガポール何しに行くんですか？なんで教えなかの？気になるやん。マーライオンの写真撮りに行くんすかね、うん、いや、ほんま、各国飛び回っててすごいっすよ、川原社長は。すごいっすよ。いや、もう、そういう褒めるのも、なんか気使ってるようなみんな言い方されるから。全く気使ってないです。なんか、もうやらんでいいよ。俺だって全てに対して嘘つかないし、真実しか言わないじゃないですか。ガチで気使ってないっすね。ただまあ、無課金さんの枠で、その、話したことによって、まあ、すごい、なんかね、いっぱいだるいコメントが来てるっていうのは申し訳ないですね。別に、川原社長が悪いわけでも、X さんが悪いわけでもないですからね。僕は川原社長と X さんにめちゃくちゃお世話になって、いい思いもたくさんね、させていただいてるんで、はい。本当に、もうありがたいという感情しかないですね。はい。いや、もうコメント読んでこや。川原さんアウトでしょ？何がアウトですか？うん、確かに何がアウトなんですかね。アンディさんの考えが、何の考えが。うん。なんか抽象的なことを言わんとるし。そうですね、具体的にね。悪くしたのはプロソロ。うん、それは正解。いや、別に、俺喧嘩したいわけじゃないんだけどね。無課金に助けてって訴えたように聞こえた。だから、うまいよ。助けてたのお前は、そういう顔すんの。え？プロソロがそういう顔すんのはうまいだけ。違う違う、うまいとかじゃなくて、違う違う、普通に盛り上がると思って、笑い話にしてるだけですよ、僕。ええ、笑い話なってないから、こうなってんねん。なってなかったっすか？すいません。はい、いや、なってたらこんなんなれへんよ。いや、確かに。私は真実が知りたいです。真実しか喋ってないけど。うん。河原さん、X さん好き。河原さん、河間違えてんの。河違ってるけどね。うん。俺も上がるか、確かに。X さんも上がりますか。
あ、エックスさんどこいらっしゃいますか。あ、プリコに申請送ります。あ、僕なんでプリコや。意味が分からない。プリコ？なんで対象者をプリコって出すのやろね。頭悪そうやな。プリコのコメントどこにあります？あ、いやいや、そのプロソロのやったことをプリコにもやってほしいね。小学生の出てくる。ちょっと待ってね。申請を許可する。あ、これでいけると思いますけど、エックスさん。しかもさ、なんか実名でやってたらさ、なんか口悪くしたらさ、それも言われるやん。はい。じゃあ、川原社長、多分、Y さんに名前変えた方がいいかもしれないですね。内容が大人のいじめだと思う。いじめなわけないやろ。いじめやったら普通に会わんかったらいいし。もう一回会おうとしないで。あ、エックスさん、すいません、お疲れさんです。ういっす。ういっす。いや、なんか、無課金さんリスナーがちょっとなんか、変になんかびっくりしちゃってるみたいで。すいません、なんか。全然もう笑う話でやろうと思ってたんですけど、なんか、変に、なんか過敏に反応しちゃってる感じがするんですよね。ね。僕は全然お世話になる、まあ、関係値を分かってないからもう仕方ないんじゃないとしか思えないけどね。まあそうですね、確かにね、外から見たらもう何のこっちゃ分からんみたいな感じですかね。うん、あ、ごめん、俺ちょっともう人と合流するからちょっとできるね。あ、はい、川さん、すみません、お忙しい中、うん、ちょっとごめんね、ありがとうございました、はい、すみません。うん、いなくなっちゃった。え、なんすか？いなくなっちゃったね。あ、川端氏はそうですね。いなくなっちゃいましたね。お金払って女優と、うん。いや、それは面白いやん。それは別に面白いでしょ。まあ、X さんはまあ正直、まあお酒飲むと、ちょっとまあ、と考えられないことをやっぱ結構するタイプですよね。まあ、そのなんか、全体図を話してないから、こうなっちゃったんじゃない？全体像。うん。はい。と言いますと、はい。なんだろうな。まあ普段さ、普通に飯食ってる時のこととか、はい、何で飯食ってる？いや、普通に、普通に普段。はい、ああ。そう。だからなんかこう酒の場のことだけばっか、プロソロが話したらこうなってんじゃない？まあまあまあ、そうかもしんないっすね。まあ、で、川原さんは実名でやってるから、ちょっとそれはないでしょっていう。まあ、確かにそうっすね。実名じゃなかったら別にね、何でもいいかみたいな感じっすもんよね。てか、僕、ゴミ出し、8時ぐらいまでよね、行きますね。さすがに。ねえ。うん。すいません。勝手に無課金さんリスナーとか言うなよ、違うんだよ。ほい。まあ、けど、楽しけりゃいいっすよね。なんだかんだ。うん。X さんテンション下がってます。大丈夫ですか？いえ、寝てたんだよね。あ、寝てたんすか？いや、ね、寝起きですんません。はい。なんとなくしか分かってない、だから。あ、ほんますか？いや、まあなんか、僕と川原、違う、僕と無課金さんがコラボした時に、まあ、ちょっと、いろいろ、まあ、なんか、ありましたけど、まあ、今は、いい感じっす、楽しいっすよっていう話をしたら、なんか、無課金さんリスナーが過敏に反応しちゃって、うん、で、川原社長がめっちゃ叩かれちゃって、うんうんうん、いや、それちょっとやっぱ違うんじゃないっていうお話をさっき小窓で喋ってて、みたいな。うんうんうん、はい。そうっすね。そんな感じで。ご飯を床に置いて犬みたいに食べてた。いや、それは事実だけど、別に、だってそれをすることによってユニバもらえてるんだからよくねみたいな。全然するけどね。まあだからその、うん、なんだろうな、そのプロソロはさ、今のさ、そのじゃあジベラに置いてどうのこうのはいいと思ってるわけじゃん。あ、はい、僕は全然いいです。はい。でも、ここにいる多分リスナーさんたちは、いや、それは違うでしょって考えだし。なるほど、なるほど。もう価値観の差だよね、そこは。確かに、確かに。うんうん。ただ本当にプロソロがなんか、うん、はい、なんだろう、すごい傷ついてたら、はい。
じゃあ別に無課金でも誰でもなんか相談すればいい話だと僕は思っちゃうし。ああ、まあ確かに確かに。極論じゃ被害届出すとかね、極論の話。まあまあ、そうですね、うん。でもなんかそうしてなくて、なんかこうやってなんか、まあ LINE とか、まあコマード含めて、まあ電話したりとかしてる時点で、うん、まあそこまでなんかこう大きいことになるのかなって不思議だけど、うん、まあその裏側の背景はわかんないじゃん、みんなは。うん。うん、そうですね。まあ全然、金のためならプロソロ動く？いやいや、そんなもんね。うん。ベラベラ喋るから、いや、まあ、面白いこともあるのよ。だから、その、ローションでベトベトの状態やっぱ持ちついたら、やっぱ滑って転んじゃって、みたいな。ね。そうそう。店員さんも、ね、滑って転んじゃってとか、ね、面白いんですけど、やっぱ。いや、やっぱまあ、けど、スマホぶっ壊すあれきついっすわ。スマホぶっ壊すきついっす。あれはやばかったっすわ。X さん、だって、あれ、白布でしたよね、あれ。え？もしもーし、なんつってた？あ、もしもし、え？うん。なんて言ってた？ごめん、聞いてなかった。いや、聞いてなかったっすか。やっぱ、スマホがぶっ壊れるの、あれは結構メンタルが来ましたけどね。だから、そういうことばっか言ってるから、みんなが、わー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 なるわけじゃん。で、その川原さんがどうのこうのとか、うん、はい。まあまあ、ガードマンみたいな感じっすよね。ガードマン知ってます？ X さん。わかんないけど、まあいいんじゃない？もう。はい。いやけどまあもう終わったことですし、僕はもう今全然楽しいですよ。結局なんだかんだ。ええー。だから。まあだからこうやってさ、まあ、なんかさ、わー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 さ、うん、なんかね、リスナーさんたちが言ってて、わかんない。こう、プロソロが本当に困ってんだったら、それ優しさかもしれないけど、うんうん、こんなことやっててもさ、うん、なんかね、ランキングが上がるわけでもないし。はい。まあ、何がしたのかよくわかんないけどね。この、コメントがいっぱい来てることに関してですか？何がしたいかわかんない。そう。ああ確かに。だってなんとか葵ちゃんとかはさ、なんか普通にこんなことやっても多分無駄だと思ってるからさ、コメントオフとかにしてるわけじゃん。ああ、まあ確かに確かに、そうっすね。うん、まあ普通に平和にね。まあ、しかも僕と川原さんが投げ始めた時期ぐらいからきっと知ってるしさ。まあ、そうっすね。確かに確かに。同説も、えぐいぐらいいますもんね、今ね。あ、本当だ。うん。ね。飲みの場のことは飲みの場で。まあ、確かにね。わぁ。ね。そう、川原と別にさ、僕もさ、別に15とかなんか、会おうぜみたいな、なんか流れになってたけど、なんかプロソロがだってさ、はい、なんかこう、本当に来たくなかったら来ないじゃん。いや、まあそうっすよ、うん。ほんまに行きたくなかったら行かないっすけど、やっぱ、どっかでやっぱ楽しいことが待ってるんじゃないかという。そうっす。それはありますね。まあその、私なんかその、はい、うん。じゃあそのプロソロに投げてたお金もさ、なんかキャッシュバックで現金で俺らが満札でもらってたわけじゃないし、なんかじゃあみんなでさ、飲みに行ってさ、そのじゃあ割り勘どうのこうのとかさ、してる時のさ、うん、一部なわけじゃん。うんはい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 。うん、でも、それをプロソロが、なんか、まあ、接待費じゃないけど、それで全部使ってましたとかって言うと、うん。なんかこう、無理やり俺らが使わせたみたいなさ、多分感じになっちゃう。それこそ、川原さんのバー行った時だってさ、その、なんだっけ、なんかなんとかさんっていう、川原さんのなんか元々社員の女の子が、そこのバーの店長だったわけよ。はい。で、プロソロがなんか煽りすぎてブチ切れてたってさ、その子は。ああ、そうですね。そこは僕が、そうですね。そうそう。でもさ、別に俺らはさ、そういうことをさ、なんか言いたいわけじゃなくてさ、なんかいろんな背景がある中で、うん、なんかプロソラがなんか、じゃあ、X さんと川原さんにこうされましたっていう言い方をしちゃうとみんな勘違いしちゃうよねってことが川原さん言いたいだけだし。ああ、そうか。だからその被害者面すんじゃねえよみたいなところですかね、やっぱ。被害者面とは多分、僕も川原さんも思ってないけど、まあ言い方に問題があったよねっていう。うん、あ、じゃあ、iPhone をいつの間にか壊していただきましたみたいな、そのポップに。そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて。え？例えば、うん、まあ、なんかペラペラさ、なんか俺も人のこと喋りたくないからさ、なんか誰がいたとかさ、はい、ね、はい、あれだけど、まあ、ラーメン屋でさ、プロソロが酔っ払ってさ、まあなんかある子のさ、ヴィトンのコートを汚しちゃったから川原さんが弁償したとかさ、まあいろんな裏側があるわけじゃん。まあまあ確かに。だから、そういう一部選手をなんか知らない上で、まあなんかね、うん、こう、リスナーが騒ぐの僕は違うと思うし、まあ確かに。うん。
でも別にさ、なんかこうやってさ、俺がさ、プロソロが今やってたことをさ、うん、こうやってペラペラ喋ってもさ、なんか悪くさ、うん、捉える人もいると思うから、うん。まあなんか下手には喋んない方がいいんじゃないって俺は思うかな。まあそうっすね。川原さんは実名だし、まあその、普通にプロフィールに会社のね、あの URL とか貼ってるから、URL かわかんないけど、まあ書いてあるわけじゃん。そうっすね。うん。うん。プロソロは自分のしたことは言えないし、ずるいよ。俺何しましたっけ？だからその自分の CC。いやいやずるいとかじゃないし、なんかその僕がさ、ここでさ、なんかプロソロのさ、うん、したこと言ったところで、うん、なんか、まあ得ないっすね。そう。そうっすね。うん。うん。そう。結局、まあ、なんだかんだ楽しいんですよ。だ楽しい通り越してやっぱ怪我したりとかっていうのはしんどいですね。うん。兄貴の声久しぶりに聞いた。うん、俺も寝起きだから全然こう一部終始は見てないからわかんないけど。すんませんね、寝起きで。あ、うん、全然。うん。ごめんなさいね。いや、そう、だからもう楽しいが、99で、ちょっとやっぱ、これどうすぎてるな、みたいなのが、ちょっとあった時にやっぱ、言いたくなっちゃいましたね。すいません、それは。あ、全然。うん。まあ、全然もうキャッシュカードもあの、ね、再発行できましたし、免許証も再発行できましたし、全然もう単行部も膝も治ってきてもう痛くないんで、はい。それもさ、だからさ、そのさっき川原さんが言ってたけど、はい。あれ、川原さんが言ってたんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、あ、川原さんかな、川原さんとちょっと連絡取ってたから、はい。まあ、それも、だから横断歩道で転んだのに、その、家なんか横断ができたって言ったら、俺らが悪くなっちゃうでしょっていう。まあ、けど怖くて、ホテル泊まれなくて、必死で逃げてたらこけましたね。まあでもそれもさ、だってさ、川原さんがさ、プロソロ帰るとこないからっつってさ、まあ結構いいホテルを取ってくれたわけよ。あ、そうなんだ。そう、で俺はそれこそ中之島の方にホテル取ってたから普通に帰ってて、はいはいはい、で、プロソロが帰っちゃったみたいな。でも俺らは実際何もしてないじゃん、そこのホテルで。いやけど、うん。だホテルで何もしてないのに、やっぱ僕が酔いすぎて、やっぱ無駄に恐怖心を自分でその作り上げちゃって、やっぱなんかされると思って怖くて。さあ、それが状態だったからさ、もうなんかね、うん、今このシラフの時になんかこう、掘り返しても、もう拉致開かないなとしか俺は思わない。拉致開かないですね。確かに。うんうんうん。なんかこれを例えば、じゃあなんか一緒にいた人間、もうそれは名前を出さないけど、なんかその人間がああだこうで言うんだったらすごいわかるの。じゃあそれを、まあ、X さんと、例えば河原さん、それは違いますよとか。うんうんうん。うん。でもなんかそれを見てない人が言うのはちょっと違うかなと思う。まあ、そうっすね。確かに。うん。まあ、普通にまた2月15日って話せばいいんじゃない？あ、そうっすね。ごめんなさいね。いや、ここまでごちゃごちゃなんかもうなんか言われると思わなくてすみません。なんか、うん。いや、なんか俺も全部を見てないからさ。なんか、アーダコード別に否定もできないけど。うん。うん、僕は全然、まあ、突然ウーバー届いてしまったとしてる。なんすか？はい。別に無課金さんが悪いとも思わないっす、俺は。ああ、うん、そうっすね。いや、それはなんか、僕も、楽しんでもらいたくてっていうのが大前提なんで、うん、うんうん、なんか、うん、びっくりしましたね。うん、いや、なんか、そうですね。X さんと川原社長が別に悪いわけじゃないんで、全く。僕は楽しく配信やらせていただいてますし、飲み会も、はい。飲み会ちょっと次元がやばいんですけど、まあ僕は慣れてなかっただけかもしんないんで、こっからっすよね。いや、すいません、X さん。あの、眠い中、うん、コマドバさん、上がっていただいてごめんなさい。全然。で、普通に、あの、楽しく、X さんと、川原社長とも、今後も仲良くしていきたいんで、すいません。よろしくお願いします。川原さんね、めちゃくちゃ忙しい中だったから。そうっすよね。うん、シンガポール向かう途中やったみたいで。あ、そう。全然、はい、もう。楽しみましょう、今後とも。すいません、今日もありがとうございます。いっぱい応援していただいて。全然。ありがとうございます。じゃあね。あ、はい、すいません、お疲れ様です。うん。ありがとうございます。はい。どうやって切るんだ、これ。じゃあ僕から切りますね。ありがとうございました。失礼します。よいしょ。ね、X さんも川原社長もね、あの、ね、お手を煩わせてしまって申し訳ない感じですけどね。X さん、ウーバー？え、何が、ウーバーいらないですよ。いや、もう、じゃあ、あの、8時でね、もうちょっとあの、収集車行っちゃうから。うん。あれはノリで昔に始まっただけ。うん。
片付けしたいんだよな、俺、ずっと。食べ物があるとね、匂いがこもっちゃうからね。うん。そう。ね。楽しもうや。ね。いがみ合いなしで。うん。ね。さあ。じゃあちょっと切り替えて。はい、ちょっとゆたしお兄ちゃんとちょっとラストバトルぐらいして一回配信切りましょうか。無駄に同説が多いですよ、今。こんな同説が多いことないですよ、僕。つけたばっか。あ、ちょっと、図解して、ちょっと今リスナーのコメントちょっと読むから、ちょっと待ってて、今。ええで。うん。いや、ほんで、ゆきなに行って、ね、ゆきなが朝配信つけるから、レンネもつけないよって言って4人でつけただけ。朝から4人までだるよね。チョコビおはよう、お目覚めバトルで。ゼニガメおはよう。朝から4人は飛ばしてなかった。俺は飛ばしてたかな。ちょっと待って。マッキーがコメントしてたな。ウエさん、おいでよ、すごい素敵で、私も目覚めに来ましたが、覚えてください。覚えるでしょ。あ、さっきまで炎上してた方。え、炎上してた、お前。別に炎上してねえよ。うん。うん。だムカタンと、その普通にコラボしてるときに、まあ、その川原社長と X さんの、まあ、のみの話をして、場を楽しませようとしたら、なんか、それを聞いてたムカキンリスナーが、もうめちゃくちゃ、なんか、いや、それやばいっすよねって騒ぎ立てちゃって、別にそんなことないぜ、つって。なるほどね。うん。まあ、とりあえずバトルしようや。チャイフォローする。チャイフォロー。みんな、コメントはいらねえ。ギフトだよ。大切なのは、ユニバや。行くぞ。俺たちはユニバのために頑張るんだ。行くぞ。みんな、コメントでもいいよ。残り 34.1K だ。俺んとこは無理せんどこ。俺んところは全員無理しろ。アボカドさんハートありがとな。お前ってほんまに人間じゃないよな。うん、人間じゃない。やっぱ天才やから。うん、ありがとうございます。はい。うん、天才そんなこと言わねえだろ。すいませんでした。はい。天才って人の心わかると思うよ。さあ、みんな行くぞ。やけど。バトル受けたくない、ね、受けたくないし、バトルは朝8時からやろっかって今喋ってたお前から来たんで、お前のバトル受けた理由を一つ言おうか。タップでも勝てそうだからだ。いやいや、バリアおるやん。人の気持ちがわからない人がここにいたみたいです。さあ、皆さん。ユニバは投げる準備できてるのか。行くぞ。3倍やん。3倍らしいぞ。ありがとう。みんな無理なくね、ハートミンギフト40個いってないからさ。うん。俺んとこは無理でなせ、せんでいい。うん。煽りが金持ち受けしかしないんで、うわ、ゲップしたお前くっさ。誰が、俺？うん。え、してないねんけど。あ、すいませんでした。その耳か。ユタシやで。ユタシやで。バロンちゃんおはよう。20ポイントです。いくぞ。いや、8時も考えてない。個人リスナーも全然いない。ハートミーレベル50も一人しかいない。あ、すいません、煽ってます？いや、煽ってますよ。ああ、そうですか。うたしはお前のヤバさを知ってる。確かに X さん。そうです。僕も結構ヤバいですから。スーパーさんのロドロロロロロロロ、アオちゃん初見じゃねえだろ。ありがとう。3倍や！行くぞ！アオちゃん。あ、ワンワンおはよう。みんなね、ハートミー言うとね、40倍ってくれたらな。あ、ナチおはよう。ハートミー言うと、実はどうしたんや。バロンや。そうそう、バロンもありがとう。そう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 、サチマリアとね、ハートミギフトね、ハートミギフト。人数が多くても、エリコ大さん、ハートミギフトね。うん、ドラドラのでかいやつをかばす、天才を募集中。そうそうそう。いくぞ、残り10秒で。りょうさん、ハートありがとう。3倍でドカンと決めてくれる、それがみんなの、キング素晴らしい点だろ。シンさん、カッパとし行こうぜ。パルル。うわ、無駄に同説多いだけやん、これ。うわ、しょうもな。そうそう。エリコリゼロちゃん、ナイス。やばい3倍さってないけど、みんなナイス。あおりちゃんがマジでかわいい、いつも応援してくれてありがとうな、するなこいつ。うん、みんな無理せんで、そう、みんなハート右言うと40個言ってくれたらちょっと嬉しいな。ニカちゃんありがとう。うん、陽介ありがとうね。チャイ、うん、いいよ、チャイ、ありがとう。チャイ、フォローリクね、完了だけしといてほしいな、後でな、時間あるとき。ルーコ、ユカ、そうそうそう、いいよ。うちグローブも出さんでいいからね。うん。
はい、俺たちは全員グローブ、バロンちゃんありがとう。バロンちゃん無理せんでいいよ。陽介ありがとう。そう、みんなでコツコツと行こう。コツコツ舞台や。うん。カズ、シシコ、マミ。そうそう、コツコツ。お、一枚行くんじゃねこれ。ミミ、シシコ。そうそう、コツコツ行こう。そうそう。もうレベル関係ないから、うちはな。うん。レベルは関係ない。一人一人の力が超必要です。はい。バロンちゃん、シシコ。もうちょっと5桁行くぞ。うん。ゆか、シシコ。わーい、行った !5 桁。ごたごた口だけはね、ダサいんですよ。ギフレベ低い人がごちゃごちゃね、もうコメントだけでもうタラ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 しててもしゃあないんで、今バトルしてるんでね、うん、ちゃんと投げなきゃ、見てる方々はね、頑張れね、ありがとうな。こいつマジでディソナンス使えへんよな、多分こいつマジでディソナンス使えへんよ、ね、ミュートしたわ、うるさいから、はい、あこおはよう、ミュートしたわえ、レベル低い人はコメント線でギフト投げなきゃはやばいやろ、こいつリスナーからしたらお前が勝手にバトルしてんだろしかならねえだろ。ご飯です、おはよう。うん、ディゼロちゃんいってらっしゃい。あと残り1分や。ここで、誰も投げてんや。こいつやばいな、発言が。ガチだるい。ガチだるい。もう、どうせ少なくても投げてくれる人がいるやったらそれでいいわ。どうせ少ないの？ 200 人ぐらい？ 390 人。なんでそんなおってそんな少ないねん、逆に。いや、ほい、それはあの、しょうもないやつがしょうもないなんでかって言ったのか、お前。なんでかって言ったのか、お前が優しくないからや。優しいわ、俺、めちゃくちゃ。横がやねん。お前優しいの。酔っ払った時のお前キャバクラ行った時だけやろうが。優しいの？いや、そんなことねえよ。俺今までユタ氏にめっちゃ投げてきましたし、みたいな。いや、そんな言い出したら俺が投げてますし、ね。そうですしね。あの、ユタ氏がね、誕生日の時43連勝に導いたじゃないですか。僕2時間負け続けて。悔しかったから43回も挑んできたいねん。お前が俺の誕生日。そう、43回ね、挑んで負けて。お、ミストとグローブ来た。おいおいおい。いや、無理せんねんよ。うん、無理せんねん。無理せんでいいよ。マキ、そう、ナイス、チョコビ、そうそうそう。マキ、ちょんと心配なんて、なんか、ルーコ、そんな気にせんね。言わんに、言わんに、言わんに。多分負けたらめっちゃ来てんね、多分。ほら。ナチミツハいいね。いいね、いいね、いいね。青いの一人投げか。負担でかいことするな。エリコ、よくやったよ。ワコママ、アコ、ニカちゃん、ドラドラ、キング、サチ、シシコ、バロン、ナチ。最高。みんな公言し123ね。ミュートやしょうもない。じゃがいも。感謝します。あいさらさん、はだれた。いや、葵ちゃん、一か八かでやってみたら刺さっちゃったね。恋の矢も刺さっちゃったぜ。ありがとうな、葵ちゃん。Cさんも、りょうさんも、アボカドさんも、カエさんも、みんなまとめて、私お兄ちゃん、寝起きで、なんかちょっと弱かったね、ビクトリー。お前もいつまでそのキャラやるの？え、永遠に。キャピンキャピンキャピンカーの、ヨイちゃんのビクトリー、あ、そう、葵ちゃん。そう。うちのに繋げてるはこんなやつのバトルは投げれへんわって。え？なんて？こんなやつのバトルは投げれねえっつってるわ。リスナーが？誰やねん、こんなやつ。ミートしてるからお前の声聞こえないんだけどね。いやいやいや。みんなよかった、みんな拍手してほしい。いや、コメントオフにしたら読めねえって。まあそうですね、関係値があるからね。うん。じゃあ、俺も、ゴミ出し行ってきたい、行ってきたいんだよな。別にゴミ出しの姿は映したくなくて。コメント読めないんだが。いや、8時には絶対出しときたいんだよな、ゴミをね。よいしょ。うん。そうやね。別に X さんにお前って言われても僕は何も思わないですよ。まあ、じゃあ頑張ってくださいよ、うん、ライブ。ね、表現。コメント自由だから、ん？仕事行ってきます。行ってらっしゃいわ、ごまま。全然僕メンタル大丈夫ですよ、今。メンタル最強。全然メンタル。うん、メンタル今、うん、大丈夫ですよ。無敵？ TikTok、うん、そう。無敵の笑顔で勝つ、プロソロ？ちょっと滑ったし、またな。また俺8時からバトルするから。オッケー、俺もゴミ出し行ってこようかな。うん。まあ、顔がゴミやけ、あ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 いつやってるわ。あ、遠藤さんお疲れ様です。ハートウマです。遠藤さん。元気してましたか？またコラボしましょうね。すいません、いつも。全然もう投げなくていいですか、遠藤さん。本当にもう全然僕は、遠藤さんと友達という関係で十分なんで、はい。もう、ぜひね、映画作るときに呼んでくださいね。ええ。死体役か勤労役で出るんで、はい。もう、ノーギャラでいいです。はい。僕とプリン食のオフ会にわざわざね、遠くから来ていただいたんで、そうなんですよ。だからもう僕も恩返しさせてください。ケンタ、ファーイト、ありがとうね。いや、ごちそうさまでありがとうございます。本当もう、遠藤さんがもうコメントくれるだけで僕嬉しいですから。もう全然投げなくていいんですから。本当に。
僕遠藤さんの誕生日行けなかったんですもん、寝ててすいません、ほんとすいません、全然大丈夫です、仲良くしなきゃね、ね、心配しなくていいの、そう。で俺はもうね、あの8時か8時半ぐらいでゴミ収集車行っちゃうのよ。で今日金曜日でしょ、で土日ゴミ捨てられないからもう早くゴミ出し行きたくて仕方ないって、もうそこだけが俺心配なのよ今。うんね、聞かれてもないことペラペラ喋るの控えた方がいいよまあけどさ、そんなんさ口から勝手に出るから仕方ねえじゃん。うん、カビゴン似合ってて可愛い、ありがとう。うん、心配されるようなこと結局論破されたやつってコメントは、うん、ああそういうこと、外野は、うん投げ師のおもちゃだから心配いらないってことってめちゃくちゃストレートになんか言うてるやん、おはよう、それはそう何君ら討論する今から自分らで、うん、いや俺ちょっともうゴミ出し行きたいんだよな本当に、うん、めっちゃ遠藤さん笑ってますけども、いやけど本当ね、遠藤さんはねめちゃくちゃコアモテですけどね、いつもね、あもう絶対今日投げなくていいですからね、もう全然お返し僕いけてないんで、お金もないし、お返しもどうせできないんで、いつも可愛いね、あのパイナップルとかのやつ投げてくださるんですよね、いや本当投げないでくださいね、全然大丈夫です、皆さんプロソロリスナーは全てのことを知ってます、誰も文句言ってません、いやそう、うん、プロソロさんゆっくり休んでくださいね、いや別に休まないよ、じゃあ俺ゴミ出しだけ行きたいのよ、うん、そうどうする、あの10分ぐらいちょっとゴミ出し行ってきていいかみんな、うん、誰か枠上がって喋っとく、誰か喋りたいやついるあじゃあプリン来たわ、プリンにちょっと喋っとってもらおうか、うん、プリンに喋っとってもらおうか、あれ、お、何、あプリンお疲れ、お、何何、あ、俺ちょっと今から片付けしたいからゴミ出し8時までにちょっと出さんかったらやばいから、うんね、そうですね、確かに何でも言い過ぎるのは良くないっすよね、うん、じゃあお前喋っとけよ、何を喋んの、急に上げられて何なんか遠藤さんと川原社長も、え入ります、あじゃあはい、僕ちょっとねゴミ出し行ってきたいんで、あ遠藤さんお疲れ様です、お元気ですか、川原社長お疲れ様です、あ、川原さんお疲れ様です。はい。川原さんお疲れ様です。お疲れ様でございます。いやいや、久しぶりですね。本当に。じゃあちょっとプリン、俺ゴミ出し行かなあかんから、ちょっと喋っといて。ちょっと待って。プリンって、俺プリン将軍の方が絶対上かと思ってた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。え、これどういう状況っすかこれ。いや、多分暇で、暇ですが、ゴミ出しで、はい。あげられたんじゃない、あ、ゴミ出し行くから、あ、うん、え、閲覧多くないですか、めっちゃ多いの。なんでこれ多分、日刊高いからじゃないですかね。おー、日刊高いからなんですかね、これ。へぇ、うん、あ、ハッピーさん、元じゃないんだよな、引退宣言してないんだな、俺。まあ、干されちゃったから、まず、元か。え、最初に見たドラマ出てきた。そう。あ、おはようございます、ニコちゃん。クローズだよ、そうだよ。フリショ君？はいはいはい。喋んないから。いや、どういう状況かマジわかんないですけど、これ。いや、多分、ゴミ出し、はい、ゴミ捨てるのに、うん、喋っとけって言われてもな。ちょっと喋っとけってことだよ。ああ、なるほど。全然、喋ることなかったら全然落ちてもらっても大丈夫なんで。うん、とりあえず、ゴミの量がエグいんで、今出しとかないとっていう。あ、ゴミが多いんだ。そうなんですよ。ちょっと、ウーバーイーツ届きすぎちゃってるんで。捨てんなよ。ちげえよ。食べ終わったやつだけだよ、捨てんの。お前黙れよ。喋んなよ、お前。捨てる気だろ、お前、絶対。立ち側に送ってやろうか、着払いで。じゃあ捨てる側に。それ言うなって人の住所、お前。ふざけんなよ。いや、ちょっと、はい。全然落ちていただいてください。絶対捨てるわ。この人。お任せします。立川って、東京の？いや、もう遠藤さん広げなくていいぞ、その話は。ああ、ごめんなさい。いや、全然大丈夫ですけど、はい。そうですね、はい。うん、そうなんですよね、はい。あれ？河野さん、ミュート？河野社長ミュートっぽいっすね。ミュートなんだ。はい。
ミートっぽいっすね。え、けど400人いますよ。うん。いや、もう多分、プロソロは、トップライバーの道に、ちょっともうちょっとっていう感じですね。まあ、おもろいっすからね、プロソロは。ほんと。おもろいっすよね。うん。いろいろ、あ、いろいろあったのね。いやいや、立川なんだってバレちゃってるよ、これ。やばいよ、大丈夫か、これ。いや、大丈夫でしょ。立川ぐらいやったら、ね。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です、会社長。はじめまして。あ、はじめまして。お疲れ様です。お疲れ様です。病院は歌ってじゃないのよ。こんなとこで。まあよく暴れてるのは僕は完全、勝手に、あ、存じしてますけど。今、空港のラウンジに行きました。あ、そうなんですか。うん。どっか行くんですね。あ、今からシンガポールに。シンガポールっすか、すげえ。はい。およ。まあ、シンガポール行ってみたいな。カジノをやっていきます。カジノ、いや、やばそうですね。カジノ、ちなみに、はい。はい。ガーラさんとかになると、いくら持っていくんですか、はい、いや、でも、全然ですよ。本当に。本当ですか、どのぐらいですか、はい、?3 日間、よく3日か。3日間行くんですけど、はい、でも2000万ぐらいです。ね、2000万。2000万。はい。あ、ちょっとこれまた聞かせてください。2000万が思いっきり増えたのか、はい、なくなっちゃったのか。確かに。あ、でもそんなにね、なんかあったら使おうかなみたいな。なんで、その、自分個人的にはその、ほんまにあんまり使わないんですよ。今回ちょっと社員の人たちが何人かおるんで。はい。ああ、なるほど。だから、使うかなと思って。ああ、なるほど。そうそう。ああ。ちょっと社員旅行的な感じですかね。出資してる会社が、はい、なんかちょっと売り上げ達成したんで。うん、ああ、なるほど。あ、ご褒美旅行みたいな。ああ。そうですね。なるほど、なるほど。いいっすね。すごい。シンガポール。よく、無限の逆で投げてるイメージですね。いや、あれは、ほんまに、弁明したいですね。もう、なんか、言ってましたね。絶対俺のこと嫌いやし、だから俺も嫌いや、あいつ。いや、嫌いではないんですよ。あの、そういうのは最初、プリコとかも、逆側で投げてたりとか、はい。してましたよ。そうなんですね。はい、だから別に嫌いで投げてるっていうよりも、なんか、上位じゃないですか。なんか上の方におるじゃないですか。はい。じゃあ、なんか、その、応援してる人とかってみんな下のランキングの人じゃないですか。はい。あ、ありがとうございます。手塗りハート。そっち応援してあげないと、みたいな。うん。大きくしない。結果、大きく応援するときに。はい。やっぱ、目立っちゃうんですよね。はい。逆で投げてるみたいな。うん。河原さん、ぜひ、俺のことも応援してください。わかりました。やった。エンタメっすもんね。うん、あ、そうですね。楽しいからやってるだけです、ね。そうですよね。はい。でもね、投げ師の気持ちが、たまに分からなくなるのが、はい。はい。俺一番最初に、初めて一週間ぐらいで頭取と当たって、はい。はい。スコアが、僕まあ全然なんかもうバトルが最初の1、2回目ぐらいで、はい。90何万対4000ぐらいのメンタル折れたんですよ。それえぐいっすね、なかなか。俺だからあれがエンタメって気づか、俺最初マジでムカついちゃって嫌いになっちゃったんですけど、今はもうめちゃめちゃ仲いいですけど、はい、あれ何なんですかね、その思いっきりワーンってやりたくなるんですか。いや、僕、投げ師じゃないんで、わかんないです。そうなんですか？カラさん？はい。自覚ないですか？ないですね。カラさん、もう、立派な投げ師です。もう完全投げ師ですか？はい。だって僕、はい、そんななんか、なんですかね、いろんな人に投げてるつもりなくて、なんか面白かった、面白い人に投げてる感じですね。ああ、はい、はい。でも、投げ方がもう半端じゃないですか。確かに。そうなんですかね。そうですよ、もう。全然投げしですね。かなり上位の方ですよ、しかも。はい。
10位、いろんな投げ師がいる中、この、多分10位に入るのよ。うん。そうっすよね。確かにもう40レベルとか超えてたら、えぐいっすよ、もう。超えてたら、うん、え、ちょっと待って、俺超えてるけど投げ師ありません。でしょ?40 レベル超えてるんすか、はい、やば。僕もそんな感じ。いや、すごいっすけどね、40って。すいません、もう僕33なんで失礼しました、ほんと。すいません、ほんと。40はエグいけどな。これ絶対捨ててる、多分。名前ね。でも、なんか、40、50っていくらぐらいできるんですか ?50 が多分1億6000が1億7000。そうですね。僕も聞きますね、1億6000って。でも、これって、ね、正直、経営者とかやったら、みんなキャバクラとか行くじゃないですか。はい。はい。だからそこって、いつか到達すると思うんですよ。なんか。はいはい。ちょっとだけ期間長くしとけば。うん。だからみんな行くんじゃないかなと思うんですけどね。ああ。いや、けど、規模感がすごくないですか、けど。なんか、ギフレーベがなんか、もう少ししたら上がるらしいですよ。ああ。なんか、70とかに行くらしいですね。うん。70ってえぐっ。どうなっちゃうのよって。間違いない。あ、アイクスさん、お久しぶりです。間違いないって。いや、けど、普通行けないっすよ。50とかって。いや、僕も別に行きたいとか言うわけではないですけど。いや、だってそれは、カール社長行こうと思ったら行くじゃないですか。いや、だからその自分が今、その投げ師っていう感覚はほんまにないんですよ。いや、けど周りはもうそういう目で見てますけどね、みんな。絶対。そうなんや。もう多分、もう好きなところに投げてるよってだけなのに。じゃあちょっと。投げてる感覚ないってことですね。すごいっすね、もう。いや、投げてますよ。投げてるっすけど、その、はい、その、なんか、めっちゃ投げる人からすると僕なんて。いや、そんなことないっすけど。マジっすか。はい。すごいな、もう。まあ、その中で、プロソロ?はい。面白かったんで、ずっと投げてたんですけど。はい。まあ、あんなひどい言い方されたんで。確かに。怒りました。何を言われたんですか?いや、なんか、あれですね。寄ってる時の。はい。まあ、いろいろ。うん。はい。言ってましたね。まあ、ちょっと、まあ、持っちゃうところはあるんで、正直。昔から。うん。01が来てるのかな?ちょっと持っちゃうところはありますからね。それで結構こじれたりすることはあるから。あ、ゼロワンおはよう。おはようございます。プリンさんも知ってますよ。プリンさん知ってるのか。プリンさん知ってる。あ、僕は、はい、一緒に飲み行かせてもらったりとかしてますんで。だって、はい、正直、あれですもんね、なんか、はい、プロソロの勢いも結構やばいですもんね。あ、やばいですよ、結構。はい。もう酔っ払っちゃうとやばいですからね、暴れて。なんで説明したいんですかね。なんか悪口になるじゃないですか。なんか言いすぎても。まあ確かにあんまり言いすぎても。そうですね。まあけど、あの場にいる人じゃないとわかんないじゃないですか、それって。そうなんですよ。なんか芸人のノリっていうかなんかわかんないですけど。はい。どう説明したいかわかんないですね。そうですよね。一回プリン将軍とプロソロにも会ってるんですけど、はい、もう一回。はい、で、プロソロそんな感じに思わなかったけどな。いや、お酒飲んじゃうと結構、やばいんすよ。あ、そうなんや。私も知らないけど、あんなの聞いたら、河原さんと X さん最低って思っちゃいます。え?いや、コメントで。なるほど。まあ、そうやけど、あんなの聞いたら、河原さんと X さん。いや、けど、それ言ったら、俺もプロソロからいろいろやられてね、ちょっと、怪我したみたいなとこありますけどね。まあ、でも、なんか、最低って思われるから普段出ない小窓に出てる感じ。まあそれは一方だけの話聞いちゃうとちょっとねあれですけどね、正直。もうあの場にいないと分かんないことはあるんで、正直。またちょっとね、持っちゃったりするとこもあるから。いや全然いいんですけど、なんかそれをムカさんの、はい、あ、はい。あの、はい、数千名見てる中で、はい、クソ言ってたんで。ああ、そうですね。やば。やばかったですよ。それはちょっとやばいっすね。
大丈夫と思う。ちょっと、あ、なんか言われたんだ。それはちょっとやばいっすね。この人たちが、そうですね、勘違いしちゃって、だと、そうっすね。ああ。確かに。で、川社長ね、名前も出されてるし、会社もね、出されてるから、あんまり風評被害みたいなの嫌ですね。まあ、あんな程度はならないですけど、まあ、プロソロで、プロソロなんかでならないですけど、はい。はい。でもなんかやっぱ嫌ですよね。そうですよね。うん。何を言われたんだろう。そんなひどいこと言われた。大体察もつきますけど、多分いつも言ってることじゃないですか、多分。いつも言ってることない。いつも言ってることなんですよ。なんか。あれされた、これされたとか、怪我したとかだと思うんですけど、まあけど、本人が結構酔っ払って暴れたりはするから、それで溶けたりとかしたのを多分やられたって言っちゃってみたいなのもあるかもしれません。正直。戻ってこないっていうの。いや、でも多分、ウーバー捨ててますね、絶対。全く何も感じません。絶対捨ててる。でもなんか、ウーバーとかも、なんか、あれじゃないですか。なんか、ウーバーもこんなやられたって、ウーバー、あれやってるから閲覧増えてるから、そこにとってプラスじゃないですか。はい。そうですね。いじってもらえてるって感じだからね。まあ、うん。確かに。そう、ライバーとしては、そうですよね。何もなくて閲覧少なかったりとかね、話題がないよりは絶対そっちの方が、プラスですからね。うん、うん。全然。カールさん。はい。フォローさせてもらいます。あ、ありがとうございます。すみません。あ、俺フォローしてる。なんでだ？いつだ？これさせてもらいます。これどうやってですか？あれ、いつだ？あれ？これどうやって行くんですか？自分の。あ、行けた。すいません。ありがとうございます。あ、なるほど。それでこんな閲覧多いのか。そうっすよ。あ、もっと多かったっすよ。ああ、そうっすよ。今は収まったっすけど。おお、そうなりますよね。え、今酔っ払ってるってこと？いや、全然、プロソロは酔ってない。酔ってないですよ。はい。はい。酔ってないです。なんか、ムカタンとライブして緊張して、なんか、その、緊張した顔も、なんかちょっと、はい。わかります？はい。いじめられてる顔みたいな。なんでムカタンと緊張するんだろう。え、なんか、緊張するって言ってましたね。なんか結構トップライバーってやるとき緊張しますよ、プロソロ結構。なんかいつもの感じと違いますもん。はい、なんか無理して喋ってる感はあるんですか。そうですよね、確かに。で、それで僕らの話してたときに無理してる、はい、無理してる顔やったんで、余計なんか、ね、ああ、そうですね。まあ、あの話だけ聞いちゃうとそうですよね。結構やばいことされてる。何の話したの？何の話？プリンショー教えて。いや、もう俺がここで言うあれはないかなと思うんですけど。はい。もなか登場。いろいろ持っちゃうんで、あ、もなかちゃんだ。いや、もう免許証なくすのやりすぎではって、まあ、俺は見てないからわからんけど、はい。まあ、コメントで来てるんですけど。まあ、彼、おしっこ、女性にかけてますかね。まあまあまあ、やばいですよね、確かに。やばいなぁ。はい。いや、俺も結構、うん、酔っ払って店破壊してんのも見てるし。あ、プロソロ？はい。で、俺も物投げられたりとかして。全くそんなに、はい、ストレス溜まりすぎでしょ。あ、いや、酔っ払っちゃうとちょっともう外れちゃうんで。いやいや、どうなったらそんなになるの？まあでも、そういう、なんか、そういうノリの、なんかプロソロワールドみたいなのがあるんですよ。そうですね。だから、でもそれみんなを笑わそうとしてやってるんですね。あ、まあ面白いんですよ。ほんまに、なんか、多分一緒に飲んだら分かるんですけど、めちゃくちゃおもろいんですよ。めちゃくちゃ楽しいっすよ。なるほど。はい。はい、ただ、そのノリで僕らも遊んじゃうと、どっかで、なんか、なんか違うみたいな、って思ってしまったんでしょうね、プロソロは。まあ今は全然仲いいですけど。はい、俺最初、確か会った時めちゃくちゃベロベロだったんですけど、めちゃめちゃちゃんとしてましたよ。あの、オフ会の時ですかね。オフ会の後で、宅飲み店で。はい、ああ、はい、ね、行きましたね。はい。もう何喋ってるか分かんなかったけど、ちゃんと挨拶してくれてるな、みたいな。ま、あのぐらいは大丈夫なんですよね。あれ、まだ大丈夫なの？あ、まだ大丈夫なんです。はい。大丈夫です。あんなもんじゃないですよ。はっきりして。そうなの。あ、モナカちゃんありがとう。モナカありがとう。はい。もう酔っ払うと結構やばいですね。物投げてきて、はい。え？
それ、どうやって収まるの？いや、だから僕もそういうのやられてるけど、まあ言わないですけどね。だってその飲みの場で楽しくやってるから。うん。やり返しちゃうよね、そんなのね。いや、もう、俺、いや、結構俺被害者っすよ、マジで。確かに。よっこいしょ。あ、お待たせしました。お疲れっす。元気っす。加害者が。加害者？うん。被害者じゃないわけねえだろ。プロソロ。あ、はい。聞いてるとさ。あ。プロソロってちょいコパスだね。ちょいコパス？サイコパスのちょっと下ってことですか？うんうんうん。え？マジっすか？サイコパスまで行っちゃったらやっぱね、人殺しちゃったりそういうことになる。やばいやばい。ちょいコパスっすね。あ、ちょいコパス。え？いや、僕、登録してるの、ウーバーイーツパスぐらいで、本当に、いつも配達料無料になってるぐらいで、全然。あ、なんか滑ってるみたいですね。あ、楽しんでました？え、うん、いや、一つ気になるんだけどさ。ああ。ウーバー捨てたでしょ、絶対。うん、ウーバー捨てたでしょ。全部食べて、今、ウーバー。容器だけ捨てに行ってきましたね。いや、うん。さっきいただいたウーバー見せられる、全部。よっ。え、見せられた？全部ちゃんと入ってるよね、ほら。いや、絶対。いや、全部ない、全部ない。全部、たこ焼きいっぱい。冷凍庫にも入れたんで。はい。あれ？全部入ってますよ。あれ？うどん5個くらいあったけど。あら？あ、うどん5個さっき食べましたね、ゴミ捨てながら。美味しかったな。お前、捨てながら息を吸うかのように嘘をつく。いやいや、全然僕嘘ついたことないですよ、一回も。ちょっと全然捨てない。めちゃくちゃ美味しかった。うどんつるつるピカーンですよ、本当に。もう、リナピョンにもありがとう、言うとこ。これ、はい、全部、プロソロのリスナーさんなの？この中。え？ 2 個ってやつでしょ。お前、2個ブロックせよ。2個ってやつがなんか結構荒らしてくるんですか？ブロックせよ。ブロッコリー？ブロックせよ。おい、2個ちょっとコメントをブロッコリーしてくださいってコメントしてもらっていい？うん。おい、ちょっと YouTube ライブで登録者増やしたいから。うん。YouTube ライブもちょっと設定せなあかんから。うん。あ、YouTube もライブもするんだ。あ、YouTube 横から映してるだけなんですけどね。はい。あ、そうなんだ。そうなんですよ、そうなんですよ。いや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 。ね。ニコさんがいるんですね。うん、やばい人で。おう、ナイス、葵ちゃん、ありがとうな。いや、結構やばいリスナーさん、リスナーっていうか、これ、なんだろう、アンチというか、うん、結構いっぱいいるよ、はい。いや、まあ、もともとはいなかったんですけどね。なんか、ムガタンさんとコラボしてから、なんか、ちょっと、ホイホイついて。え、ムガタンさんって、ムガタン年下やん。はい、え？俺31っす。え、ムガタンさん何歳でしたっけ？ 26、7だよ。え、めっちゃ若いっすね。そうだよ。うん。いや、なんか、貫禄エグいんで、なんか、タメ語じゃ喋れないですね、まだ。はい。もう、まあ、俺も言うても、はい。最初にコラボした時に、うん。はい。はじめ、最初敬語だったんだけど、向こうも。あ、はじめまして。はい。遠藤さんって、いくつになるんですかって。はい。あ、僕、去年の話ね。今年40になりますよ、って。若っ。あ、待って、1983。あ、同級生ですね、って言われて。え？なわけ？あ、同級生なんすかってなって、俺そこから、はい、あ、じゃあお互いタメ語で話しましょうよって言って、ずっとそこからタメ語だったの。はいはいはい。で、会ってもずっとタメ語で、ええ。ついこの間知ったよ。年下だったんだって。なんか嘘ついてたんすね。ええー。やば。そうなんすか。うん。けど、はい。若いっすね。本当に。はい。若い、うん、めっちゃ、いや、40には見えない。39ぐらいには、見えるっす、ね。ほぼほぼ一緒じゃないかい。見え、確かに。すいません。すいません。あ、俺ちょっともう、出るね、コマド。あ、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあまあ、遠藤さんとシンガポールで、ちゃんこ鍋食いに行く感じですかね、今から。ちゃんこ鍋え？何やだよ、お前。プロプロって、俺大阪かと思ってた。はい、俺、尼崎っすよ、兵庫県っすよ。ああ、兵庫ね。俺はプリン将軍もだから大阪かと思ってて。ああ、いや、東京っすよ。思いっきり立川っすね。だから言うなって、お前、マジでやばいぞ、お前。フラン、うん、何やったかな。いやいや、お前、やばいやろ、マンション名言うの、お前、マジでほんとやばいよ。卵ビューレやったかな。いや、お前、ほんとにやばいっつ。38もあんま変わらんのよな。確かに、変わんないっすね。あと、卵ピューレって何？あ、ごめん。いや、俺もよくわからなかった。いちごピューレなんて聞いたことある。卵ピューレって
え、てか、遠藤さんは最近その配信以外もなんかやられてるんでしたっけ？配信が、ああ、お店、まあなんか、あれにしてるけど、一応会員制にしてるけど。お、なんかバーでもやってはるんですか？やってるやってる。ええー、この間、だから無限とか、うちの店でなんかやってたよ。はい。はい、ええー、もう全然あのプリン将軍100万ぐらいもう常に持ち歩いてるんで、ここで一緒に行きます。ええー。会員制のバーサーですね。前にさ、その、はい。エックスさんとキャベツとかみんな飲み行こうって、大阪に飲み行こうって時にさ、はい。1.7M は持ってきてくださいみたいなので、もうビビって、ちょっと行けなくなってね。1.7M って170万円ってことですか？だから、うん、か、300万ぐらいってこと？はいはいはい。いやけど、遠藤さん配信でもバーでも稼いでらっしゃるから、ね、全然170万ぐらいいけるでしょ。僕なんてもう、カツカツっすよ。カツカツの中毎回ね、300万とかでも、トータル多分1000万以上、川原社長とか X さんの飲み会で使ってるんで、うん。待って待って。え、ちょっと待って。一緒に行って、プロソロが払うの？ あ、はい。いや、全部じゃないっすよ。いや、全部のこともあったよ、最初は。11月とか去年。それは、それ以上にギフトをもらっててって話じゃん。まあ、まあね。だから結局、プラスは出るんですよ、遠藤さん。あ、そうなんだ。そう。だけど、ギフトって、変な使い方しちゃうんですよ、お金配ったりとか。そうです。プラス出てるんですけど、まあ僕のお金の使い方が下手で、結局あの、X さんとか川原さんと出会う前より貯金がちょっと少なくなってますね、今ね。ドア、ドア。いや、それね、もう TikTok あるあるじゃない？いや、そうかもしんないっすよね、うん。やっぱその、いっぱいもらっちゃうといっぱい使っちゃうのがちょっとね、怖いっすよね。うん。うん、そこはね、ちょっと気をつけて。けど、お酒飲んじゃうとね、ちょっと、しょうがないのかもね、プロソラなんか、酔い方がちょっとあれだから。いや、そうなのよ。だから俺はもう、ノンアルコールビール以外飲んじゃダメっていう法律を適用しようよ。もうそれが一番いいよ。聞いたらめちゃくちゃ気持ち悪いしじゃん。え、遠藤さんなんすか？今さ、ちょろっと話聞いたらめちゃくちゃなんか酒癖悪いらしいやん。うん。僕っすか？いや、僕。俺被害者で、ムムムさん、本当に。うん。いや、僕はそんな進んでお酒を飲むタイプじゃないんすよ。はい。全然、僕、まあ、X さんと川原社長がいたら、まあ、飲もうや、みたいになっちゃうんで、はい。うん。で、まあまあ、飲んでるうちに、やっぱり、はい。まあ、酒癖というか、まあ、そうですね。まあ、お酒を飲むと、その、本来出てなかった部分が出るだけなんで、まあ、その人の本性っすよね。ええー。だから、まあ、酢がやばいっていうだけだと思います。うん。はい。でもめちゃめちゃストレス溜まってるってことでしょ？いや、全然ストレス溜まってないっすよ。はい。そうなの？ええ、あ、ワイサナちゃん、はい、ある日、ワイサナに出会って恋をした、うんま、センキュー。けどね、止まんないのよね、もうお金配ってる時もさ、俺が預かっとくって言ってさ、預かったけどさ、あ、むむむさ、あざます、いや、取んなやっつって、もう、返せっつって、なんかまた取られたからね、で、また配ってたからね。うん、だから、俺の印象はなんかもう、ほんとなんか、礼儀正しい、いい人、と思って、おねえ思ってるからさ。全然僕やっぱその遠藤さんのようなやっぱコアモテの怒らせたらガチでもうほんまにやられるようなタイプの人には絶対逆らえませんもん。わかりますから大体。ええー。ガチ切れすると絶対命危ないってわかるんで。ええー。でも俺に当たってくるやん、それで。だプリンは、何しても多分命の危機がないですけど、遠藤さんちょっとやっぱ、ええー、結構かっこいいんで、ええー。かっこいいんですよ、ね。一生、その、弟分みたいな、もう兄貴分弟分として、はい。ゴマをすり続けさせていただきたいと思ってます。はい。俺のこと舐めてるやろ、お前。うん、おめえはもう舐められる生き物だから、お疲れ。うん。キャラメルソースも舐められるから、プリン将軍って名前してんだろ。ブブブさん、舐められてます、僕。被害者です。いやけど、僕やっぱ、ね、やっぱ、ね、かっこいい人にはもう、あんま言えないっすよ。うんね、芸能界でも大成功されて、ね、TikTok でまた新しい夢をね、描こうとされてる方の足を引っ張るようなことしないっすよ、さすがに。うん。でも芸能界で干されたよ。え、芸能界で何すか？干されてるよ。あ、ちょっとすいません、僕耳の穴に干し芋が入ってるんでちょっと聞こえなかったっす。いや、全然、もう、別に関係ないじゃないですか。うん、そんな。え、なんかやったんすか？エッドさん、なんか、あったんすか？あったでしょうよ。まあけど、はい。まあけど、過去は変えられませんけど、未来変えられるんで。こうやってね、TikTok で成功されててすごいじゃないですか。そうですよ。だって芸能人なんて自然淘汰されるもんなんですけど、普通は。
ね、常に日韓上位層で。うん。トップライバーじゃないですか、遠藤さん。自分で、全然成功してないから。いや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 、そんなことないっすよ。そんなこと言ったらもう。1位取ったことありますよね、遠藤さん。1位は、誕生日の時だっけ一回だけね。いや、誕生日に取れるのが一番すごいんですよ、本当に。僕、誕生日取ったことないですから。でも、何回かあるでしょ。いや、俺、いや、本当に TikTok って難しいなとか思ってるよ。本当ですか？うん。あ、手に入ったんだ、そう。遠藤さんクラスだってもう全然。なんでクラスって、俺全然だから。あ、いやいやいや。遠藤さん。遠藤さん、学生時代めちゃ見てました。ああ、やっぱ。あと、クローズゼロでしたっけ？出演されてるやつ。あ、ありがとうございます、遠藤さん。デビューがね。え？デビューがね。デビューがクローズゼロで。おプリンション、お前、遠藤さんについて知ってるお前作品とか言えよ、俺みたいに。いやけど、クローズゼロがね、やっぱり、ね、クローズがやっぱ、そうですよね、うん。めちゃくちゃ印象的っすよね、クローズはやっぱ。うん、遠藤さん、もともと本間もんのヤンキーやったんすか？多分知ってる人は知ってると思う。おっと。うん。で、その、ドゥ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 っていうなんかそのね、音を鳴らしながら、ちょっと、ブン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 やってた感じですかね。うん。まあ、そうだね。あ、吉本さんめちゃくちゃソロ版見てました。え、これ、新田さん？いや、新田さん。あ、新田さんと仲いいんすか、遠藤さん。いや、これね。はい。新田が誰だか、あれかな？勝つか誰かかな、この見える。新田さんとも、ね、結構僕飲みに行ってました。プリン将軍もね。ね。うん。噂の新た、え新た、あ、はじめましてよ、じゃあ。はじめましてですか？うん。あ、うどんちゃんだ。あ、これです。イケパラ、ん花より団子、え、イケパラ、イケメンパラダイスってなんかドラマありましたっけ？出とったんよ、俺。おぉ。すごいっすね。大活躍じゃないですか。つって。なんか前、遠藤さんの、配信をチラッと潜って見てたときに、うん、なんかその1話出るごとに100万とかって多分おっしゃってたと思うんですけど、うん、ガチっすか？60万だね。たっけ、マジっすか？めちゃくちゃ金もらえますね、俳優さんって。いや、もらえない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 。うん、ドラマとかは、もう、ちゃんと、1話、うん、テストとかでも、ちょっとでも出たら、うん、上がった分の60万。でも、映画はピンキリだから。そうなんすね。あ、そっか、ウォーターボーイじゃないってか。はい。ウォーターボーイじゃ出てない。おい、ウォーターボーイじゃ出てないやないか。おい、調べてから。ふざけんねん。似てる人ね。ええー。でもね、シュン君の方じゃないんだよね。うん。違う方。あのね。はい。役者だけでね。CM 関係なく。はい。月に50万もらってる役者は、まあまあテレビとか出てる人。あ、その、月50万が結構もらってる方ってことですか？もらってる方。もらってる方ですか？まあまあ出てる人。はい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 。若手とかで、はい。50万とか、多分それなりに、あ、また見るな、このドラマとかで。あ、この映画にも出てるな、うん、っていう人だと思う。え、じゃあ正直な話、その、俳優されてた時と TikTok やられてる今だと、今の方が稼ぎ多いんですか？俳優の、CM とかも含めて、うん。最高年収がやっぱ4000万ぐらいだったから。いや、最高年収4000万。うん。だから、ぶっちゃけ TikTok の方が大きいかもしんない。4000万超えてんすか？やば。年収だよ。いやいや、すげえっすよ。だって年収を12で割ると、ね、1ヶ月333万で、それをまあ1日で割ると、まあ11万1000円になるんで、はい。1日11万ってすごいっすよね。すげえ計算早いね。なんていう計算？あ、どうも、フラッシュ暗算日本一のプロソロです。はい。僕、フラッシュ暗算で日本一2回取ってて、で、フラッシュ暗算をするには、そろばんの球を頭に浮かべて計算する。だからプロソロね。そうです。だからプロソロ版プレイ。今知ったんですか？オフ会も来てくれてんのに。あれだよ。ミゲルさんに誘われてたまたま来られたってお話でしたよね。全然いいんですよ、僕のことは。僕なんてもう下の下のもね、もう、
いつもギリギリで生きてるライバーなんで、もう僕なんかどうでもよくても、やっぱ遠藤さんのね、武勇伝を僕たちは聞きたいわけですよ。はい。いいね。全くないよ。あ、ないですか。ええ。でも、俺はね、プロソロはなんか、本当に結構、日韓上位とかにね、ちょくちょくいて、目立ってると思うけど。あ、ほんますか。いや、もう、こんなもん、あれですよ。もう、X さんと川原社長にもう、わっすよい、わっしょってあげられた時だっけですよ。日韓の上位に行けてる日は。はい。うん。全然もう、遠藤さんの方がね、もういろんなね、枠、小窓に上がられてね、もういろんなお友達とかがいらっしゃって、もう、変わる変わる、もう投げてもらってはると思うんで、でも俺、ね、はい。例えば、投げ石さんに爆投げみたいなの、一回もないよ。マジっすか？あ、一回あった、噂のうどんとかありませんでした？あ、仲いいよ、仲いいけど、実際、普通に会って飲んだりもしてるけど、いいっすね。バゴバゴバゴってのはないよ。爆投げとかはなくて、積み重ねで。うん。うーん。まあ、全然健全っすけどね。いや、団結ってことっすよね。いや、団結もない。あ、団結もないっすか？ほんまっすか？いや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 。一回そのね、マーベックさんが、そのなんだっけ、事務所対抗の時に、グワーンってめちゃくちゃやってくれたよね。はい。うん。そこから、そこの辺から多分枠が思いっきり崩れたね。ああ、その、爆投げしてくださる方が、投げてくださったけども、なんかその、おかしになったんですか？他の方々があんまり投げなくなったりみたいな。いや、俺、常に、最初から比べたら、なんか、あ、乗ってきたな、乗ってきたな、って、うん。こうやって枠作れてきたな、と、230から500、250から200の間ぐらいを常に。毎日、日刊で。あ、ちゃ。閲覧数、ね。閲覧数。ああ、人数、はい。で、まあ、日刊にはまあ、普通に乗れる。ぐらいな。まあ、上位は結構難しいけど、普通にやったら、ね、日韓には入れる。な中で、2回枠が崩れて。うん、1回目はなんかその、どんだったな、10月から始めたから、12月の前ぐ、11月ぐらいかな。1回ちょっとなんか枠崩れて、はい、で、誕生日でなんか、なんだかんだみんな来てくれて、その直後になんか、あ、いい感じにできてるなと思ったら、はい、雪だるまありがとうございます。つい2、3週間前は本当に、閲覧一桁。閲覧一桁はちょっと心に染みちゃいますね。染みたねー。時間帯じゃないですか。その、縦夢中ってやっぱ閲覧どうしても下がっちゃうんで。確かに。縦イベってね、うん、ほんまに雰囲気変わるんですよね。うん。僕も、ね、そうなんですよ。縦イベってやっぱその、みんな推しのところに行っちゃうんで、僕とかもう本当におこもれで生きてるんで、基本的に。だから、うん、マジで雰囲気ガラッと変わって、メンタルもそれこそやられて、うんうん、他のその縦イベは調子いいやつはずっと調子良くて、調子悪い人はずっと調子悪いっていう、うん、その、うんね、そんな感じなんで、縦イベ期間がまあ、始まった時は空気感が変わるし、その、ライバーが多い時間帯は、配信する時間帯をちょっとね、考えて、ライバーが少ない時間帯に配信してみるとか、そういう、なんか、ちょっと工夫は、なんか必要なのかなっていうのは僕は、最近特に思うようになってますね。ああ、なるほどね。でも、一桁ってやばくない？一桁はちょっとメンタルきますよね。どうも一桁です。そうだな、360万人フォロワーがいるのに視聴者増えてたもんな。見るわ、ありがとうね、また。フォロワー数は半端ないよね。いや、フォロワー関係ないっすね。ライブは全くね、そうっすよね、関係ないっすね。しかも僕今、同説めちゃくちゃいますけど、これ無課金さんとコラボさせていただいて、なんか、ちょっとプチ炎上しちゃって、その火事現場を目撃してるぐらいな感じなんで、全然その投げようと思ってくれてる人少ないんで、別にその同説にとらわれずに、視聴者がまあ一桁だろうが、いつも来てくれる、なんかいっぱい投げてくださる優しい方がいれば、全然日刊とか上がっていくと思うので、何も別に思わないですけどね。同説が。まあ一桁は別に来るのわかるんですけど、はい。一週間ぐらいはきつかったな
ああ、ちょうど縦イベント被ってた期間ですかね、2月の4日ぐらい。はい、うんうんうん。いやマジで、うん、ちょっとずれてるかな。途中から終わった直後ぐらいまでは。うん、はい。本当に、いや、マジできつかったなぁと思って。はい。でも、味方とさ、やったからって、はい、なかなかこうやって減らないじゃん。普通、すぐ減るもんだよ。あ、まあそうっすね。なんか今日たまたま僕多いですね。なんか、気になっちゃう。わかんないですけど、はい。これ、ファンにできると思うよ。まあ、マジっすか。いや、なんか遠藤さんにそう言っていただけるとありがたいですね。天才集団へ。あ、そうそう、サブスクの名前天才集団。いや、ありがたいですね。サブスク俺より少ねえよ。え、なんて？サブスク俺より少ねえよ。え、お前、あの、小窓から落とされたいってこと？うん。二人やるじゃん、もうね。え、同級生なの？え？僕とプリンですか？うん。いや、全然ちゃいますよ。こんなやつと同列じゃねえっすわ。僕は普通にあの、神戸大学で出てて、こいつあの、専門卒なんで、あの、全然もう学歴からして違いますね。関係ないよ、学歴は。あ、じゃあ、あの、年。あ、僕31で、プリンが 30?5 です。5か。あ、うん。上だね。はい。僕は上です。けどまあ、なんか上なんですけど、全然やっぱ人間として下なんで、その敬語も使う必要がないですし。お前、本当にひどいよな。俺の扱い。うん。熊と一緒やと思ってるんで、でかいちょっと日本語喋る。ひど全然大丈夫です。テポドン打たれるよ。そうっすよね、遠藤さん。本当に。テポドン打って俺に命中したらそれこそやばいし。絶対日本に落ちないんで、J アラート鳴っても。はい。あ、そうなの？いやいやいや。そうです。あの、僕いろいろやっぱ YouTube とか見てやっぱ勉強してるんで。はい。頭いいんで。いや、めちゃめちゃ頭いいんだね、ほんと。まあそうですね。やっぱフラッシュアンダー日本一2回取ってて、やっぱ神戸大学も出てて、ね、数件19も受かってて、お笑いの養成所も通ってまして、はい。TikTok でもね、クリスマスとハロウィンっていう、もう晴れの舞台でね、晴れの日に取れてるんで日本一、はい。うん。お笑いの養成所はあんま関係ないし、頭ない。そうですね。全く今の話に入れる必要がなかったし、うんうん、まあこれがあの芸人を辞めた末路ですね。はい。俺も養成所出てるからね。うん。え、何の養成所出てんの？いや、お笑い出てる人力車だよ。お前で笑ったこと一回もねえわ。黙れ。ふざけんなよ、お前。あ、人力車なんだ。人力車出て、オフィス来たのに、はい、所属して、ダンカンさんの弟子でやってましたね、3年。はい。ね。え、遠藤さんはね、今、TikTok やられながらバーもやってはりますけど、うん、なんか YouTube やったりとか、その、また俳優業やったりっていうのは考えてらっしゃらない感じですか？もちろん俳優に戻るために、やってるからね。うん、はい。戻るために。うん。だから応援してもらえる人増やして。はいはい。マジで自分で作って。うん。で、もう一度ね、うん、なんか認知してもらって。うん。やっぱね、この TikTok で知ってもらえたっていう人多いね。はい。いや、そうっすよ、そうっすよ。いや、ほんとそうだと思いますね。うん。うんで、やっぱ怖いイメージがあったから、うん、TikTok では、こんな人なんだ、みたいなね。うん。うん。そうですね、まあ、怖いのは怖いですよ。やっぱ顔いかついんで、遠藤さんって。うん。でも絶対にその、いじれないですからね、その、もういじったらもう完全になんかその、やっぱ、ゴルフのドライバーでちょっとやられるという、まあやっぱ。優しさ出てるけどね、めっちゃ。え？いや、優しさ出てるよ。そう、優しさ、出てるんですけど、やっぱ顔怖いんですよね。え、うん、イケメンっていう意味で。怖いかな。はい。そうです。いや、これ褒め言葉なんですけど、はい。うん。やっぱその、プリンはやっぱ、もう舐めた顔してるんで。いや、お前、はい、ほんとさ。実写版あの、プーさんの、あの、役しても大丈夫なんですけど、やっぱり遠藤さんがプーさんの、あの、コスプレしだしたら、あ、これ後でコスプレさせたやつ、あ、やられるなってやっぱ、感じちゃうんで、うん。ほんまやっぱ、僕はもう、遠藤さんには一生逆らうことはないですし、そうですね。仲良く本当にさせていただければなって本当思ってますね。うん。まあ喋れるんだからすごいよね。え、何がすか？いや、喋れるからすごいよねって。あ、トークですか？うん。けど喋ったらあかんことも喋っちゃうんで、それでどうせこんな炎上しちゃってるんで。
もろ刃の剣っすね。全部言っちゃうし、持っちゃうからな。そこが、ね、そうなんですよ、やっぱ。そうなんですよ。ガンギバリ、ありがとうな。え、遠藤さんはいつも何時ぐらいからライブするとか決めてはるんですか？あ、10時ぐらいから、10時から1時ぐらいはマッソにしようと思ってて。あとはゲリラ。夜10時、深夜1時ってことですか？は、うん。で、まあ、ここはマッソ。え、なんで僕みたいなしょうもない TikToker の枠に上がってくださったんですか？いや、今普通におすすめでこうやって言うと、あ、プロソロだ、思って。あ、はい。で、はい。出てて、入ったら、はい。あ、なんか、なんだろう、ゴミがどうたらこうたらっつって。そうですね、一緒です、一緒に。下がってて。助けてくださったんですよね。すいません、ありがとうございます。いや、ほんま、ウーバーの量がエグすぎて。うん、もうほんま、いや、ごめんなさいね。おい、ちょ、誰かごめん。315人。ちょ、遠藤さんにユニはごめん。投げてもらっていい？ちょ、俺、金欠やから。ごめん。誰か、いや、俺別にユニはいらんから。優しい遠藤さんにはユニは。熊野プーさんのコスプレしてるプリンにはバラで。いや、お前さ、ほんとさ、舐めてんの？お前が蜂蜜をな？うん。いや、おい、バラ、おい。おい、遠藤さんがゴルフのドライバー持っても地獄ちゃんの家行っちゃうぜ。そう、プリンにはバラ。いや、バラ。じゃあ、俺もう、俺、遠藤さんに嫌われたくないのよ。だからもう、バラとか投げてる場合じゃないのよ、本当に。サボってけよ、お前の。ムムムさん、ありがとうございます。俺も、あの、チャージエラーでちょっと今、ほんま。これも、はい。大丈夫、大丈夫、大丈夫だからね。いやいやいや。すんませんね。優しい。嫌われることない人だって。え、俺、プロソロ好きよ。はい。え、好きなんすか？マジっすか？え、いいんですか？いや、俺、プリンショーも大好きよ。ありがとうございます、遠藤さん。マジか？ええー、全然大好き。なんでなんで。いや、本当にもう、仲良くさせてください。ヨンコラとかもしましょうね、ぜひ。あの、よしよしよ。全然コラボしよう。いや、もう全然、もう申請、とつります。あ、けど、遠藤さん、招待オフされてます？僕も基本招待オフにしてて。あ、そうそう、今日ね、だから枠壊れちゃったからさ。はい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 。だから、あ、もう今日5時間ぐらいずーっと、リスナーと喋ってて。ああ、そうだ、大事っすね。あ、大事、大事です。本当に、じゃあ、一戦だけいいかなっつって一戦だけしたの。ああ、そうなんですね。めちゃくちゃ盛り上がりそうっすね、その、一戦だけって言ったら。あ、そうだ、なんか結構盛り上がったね。でも、うん、なんかそれはそれでなんか枠投げも結構あったし。うん、はいはい、いいっすね。うん、枠投げやっぱ、枠投げはやっぱその人自身に魅力ないと飛ばないですからね、絶対にね。そうですね。うん。いや、それは羨ましいっすよ。僕なんてほんまもうさっきから見てもらったらわかる通り、もう雑魚ギフトばっかり、あ、すいません。まあ、ほぼバラみたいな、ね。僕はもう、バトルしてる時の僕が好きっていう感じなんで、みんな。はあ、あ、うん、でも、それでも飛ぶからいいじゃん。まあね、確かに、そうっすね。そうなんですけどね。まあけど、煽り散らかすことが多いので、やっぱり、その、辞退されることも多いですから、もう、みんなに嫌われないかなっていうところだけが心配です。いやけど、嫌われ役も大事だよ。ああ、ヒールみたいなね。ヒール役で、うん。尖ってる方がいいんじゃない？平和なよりも。いいっすかね。うん。無難よりも絶対尖ってる方がいいよ、嫌われても。そう、お前に言われるまでもなく、それは、うん、そう思ってるから、絶対。お前、ほんと失礼だよな。うん、黙れよ。うん、何だと思ってんの、俺のこと。熊野プーさん。ガチでこれ二人コラボして、なんか普通にね、絶対面白いわ。え？二人コラボというのは？え、プリン将軍とプロゾンのこのやりとりがおもろい。あ、マジっすか？ありがとうございます。ありがとうございます。俺が引き立ててるんですよね、遠藤さん。え？さすが、分かってくださってるわ。俺がプロソロをうまく転がしてるっていうのが。やっぱ遠藤さん気づいてるか。いや、違うのよ。え？違うよ。別に、違うよ。いや、けど、ね、まあ、すごい、あの、遠藤さんね、褒めていただきましたけど、いつもプリンとね、僕が、やっぱコラボしてると、プリン将軍はもういつも2桁か3桁で、僕がいつも4桁か5桁で、やっぱりプリンは、その、喋らない方が人気みたいですね。喋れば喋るほど、なんかそのボロが出ていって、いや、それお前やろ。どん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 面白くなくなっていくって、やっぱ、そうですね、まだ来世で頑張ってもらうしかないですよね。うん。うん、はい。遠藤さん、疲れてますけど、大丈夫ですか？なんか、すごい長時間、その、すいません、枠に。はい。あのね、いや、めっちゃ楽しかったけど。あ、ほんますか、ほんますか。いやいや、ありがとうございます、こちらこそ。本当に。
もう、一生口舐めますし、もう、バーで、また、100万ぐらい多分使えるぐらい、ちょっと僕、配信頑張るんで、呼んでください。じゃあ、大阪の、僕は、まあ、兵庫県でも大阪隣でもう、一駅で大阪つけるんで、うん、もう全然、はい。ね。遊んでください。おっそっそっす。うっす。また、遠藤さん、機会あればコラボよろしくお願いします。やろうやろう。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。はい。ありがとうございます、遠藤さん。お前、俺に感謝はよ。舐めてる。いつまで俺の枠にいんなよ。出てきゃ。もう感謝しろよ、お前。舐めんな、これ、お前。ありがとうと、不倫に。お前、捨てたやろ、お前。ウーバー捨てたやろ、お前。エックさんのね、いただいたウーバー捨てたやろ、お前。ん？冷蔵庫なんかおかしかったな、たこ焼きとかうどんとかカツ丼の数がおかしかったな、お前な。捨てたな、お前な。俺が捨てたのはプライドだけであって、ウーバーは全部食べきった。お前、プライド捨てられてねえよ。高いやろ、プライド。いや、プライド高くねえわ、お前。プライド高いやつがさ、うん、犬みたいにさ、うん、吉野家と牛丼特盛り全部食ってユニバもらうわけねえだろ。違う違う違う。強い人にはそうするの。で、うん。で、俺みたいなのにはなんかそういう扱いするやん。ひどい扱いするやん。いや、プライド高いんじゃなくて、使い分けがうまいって言ってもらっていい？ひどっ。いや、ひどくないや。あ、じゃあもうプリンもうさ、今暇なやったら配信つけたら？そしたら。なんでやねん。どっちが人気あるか決めようや、バトルで。いや、意味わからん。なんでこの状況で今俺、つけてバトルせなあかんねん、お前と。どういうことや、今から何もせえへんやろ、暇やろ、どうせ案件もなければ。ね、いや、お前そんなこと言うの？ずっと小窓でごちゃごちゃ喋って。え？顔出しもせず寝ながら iPad でなんか、女の子の画像見ながら、お前。な？あ？おん？なんやねん、お前。いやけど、ほんと、いや、プリンには感謝してる。大好き。俺、プリン大好き、マジで。正直。いや、そう言われたら困るやろ、逆に、お前。めっちゃ好きやねん。それは、いやいやいや、それは、めっちゃ言いやつ。それは困るや、お前。それは困るや。違うや。みんな、プリンにもめっちゃ投げてあげてよ。いや、モナカさんとかはね、すっごい。ねえ、めっちゃプリン。ねえ、プリンに投げてんのに、プリンのモデレーターじゃないみたいで、どういうつもりな、それ。いや、なんか逆にほら、負担かけちゃうかなと思って、ね。あんまりお願いする。いや、モデはその肩書きみたいなもんだから。ね。モデになることによって、モデにしてもらった結果、あ、私はプリンのモデなんだ。二人で M1 お前、モナカちゃんモデにしてんじゃねえよ、お前。何してんの？いや、ええやんか、別に。みんな大好き、モナカちゃん。ほんま、いや、こないだだって俺暫定で日韓2位やった時に、もうほら、無理や。終わりや思ってたら、暫定日韓1位に、モナカちゃんがしてくれたわけよね。そんなモデにするんだよ。すぐモデ追加して。モデになるに決まってますやんね、モナカちゃん。その説はありがとうございます。すぐ外すから気をつけてくださいね、こいつ。ちげえよ。そんな急には外さねえよ。うん。あれ出るやん、1ヶ月ぐらい見てませんでしたって。いや、興味ないやんっていう。うん。だって、すぐ、なんか知らんけど、すぐさ、あ、フォロー外れてたって言うやん。そんなにお前、偶然外れないから、そんなに。うん、俺って言って。いつも笑うもん。じゃあ俺、寝ながら、そろばん弾く練習してるから、その、フォローの。頭の中でやっぱ。すぐ外すから、おもろいよな、本当に。勝手に外れてんのよな。いや、外れてないって勝手にそんなに。いや、たまにあるけどね。本当にたまにあるけど、そんな毎回はねえだろ。いや、もう本当にね。そう。まあ、失ってからね、気づくのよ。な。ありがたみな。ラプリンは、大丈夫か？ああ、ごめん。失う視聴者もいないか。はぁお前、本当に悪いな、本当。うん。早く配信つけろよ。うん。すぐブロッコリーするやん。俺、ブロッコリーの意味がよくわかんないですけども、今モデだけど、ちょっと前ブロッコリーされ、あれそうかな。まあ、よく覚えてないね。とりあえず、プリンはもう配信つけずになんか今からあんのか予定が。いや、ないよ。じゃあつけよっかじゃあつける。うん。じゃあつけろよ。じゃあ、小窓抜けるね、一旦。ああ、じゃあな。うん。はい。はいはい。じゃあ、主役が揃ったよな。あれ、パイナップルまだやってんのかな？パイナップルまだやってるやん、こいつ。よし、みんな勝つぞ。よし、パイナップルもう一回行ってみよう。ちょっと 200K も差ついてんのムカつくからさ。あ、よ。あ、なんだ、カビゴン。いつまで配信やってんだ？いや、お前だろ、それは。
俺は、ウーバーイーツの片付けをしてたんだぜ。忙しいな、ほんま、配信終わっても。20分ぐらいな、プリン将軍とか、遠藤要さんとか、川原社長が小窓に上がってくださってて、ありがたかった。ね、パイナップルって可愛いねってずっと言ってたよ。はい、バトルやっていきましょう。なんやねん、褒めてあげてるやが喜べや。遠藤さんち行くの、うん、なんで、いや、絶対リンチされて終わりだぞ、そんな。画面タップ。なんでリンチなの、おかしい。絶対行ったらあかんだよ。遠藤さんちと、X さんちと川原さんち行ったらあかんやろ。いや、川原社長は大丈夫でしょ。奥さんもいるし。大丈夫じゃねえんだって。犬もいるよ。犬のやばい動画撮ってたやろ。あれ、いや、もう、ドン引きやで、あれ。あれ多分引っ越す前の家だと思う。し、どうでもいいわ、ちげえよ。そうなんや。引っ越しされたんやね。うん、最近引っ越しされて、うん。多分だけど、どうなんだろう、うん、最近のかな、わかんないけど。前のじゃないかな。え、前のね、前の家で撮ったやつじゃない、わかんないけど。なんで前の家ってわかってんの、行ったことあるってこと。うん、なんかね、インスタ、なんで行ったことあるんだよ。インスタグラムの、なんかアカウントを教えてもらったのね。うん。個人の？犬のアカウント、河原社長の。犬のアカウントがあんねや。うん。そうそう。その床とかを見る限り、なんとなくだけど、新しい家はちょっと白を基調とした家なのよ。部屋違うだけとかってね。あ、うん、どうなの？わかんないけど。うんうんうん、でもなんかわかんないけど、違う家な気がして。過去のやつかもしれない、まあ。定かではないけど、みたいなね。はいはい、はい、うん。大丈夫よ。かわいい社長は、もてなしてくれるわ。いやけど、ほんまパイナップルおもちゃになってほしい。いや、マジで、お前おもちゃになってるのめっちゃ。お前ふざけんな、マジで。いや、ユニバもうたらふく投げてあげる。おもちゃになるんやったらもうユニバ10個でも投げたるわ。金ないのに、金ないのに調子こくな、ほんま。10。まあ、ユニバ10は頑張ったけど。さあ、10ポイントです。本当に嫌や。何が私におもちゃだよ。10！ おもちゃのチャチャチャって歌いながらなんか。ふざけんな。アンナちゃんありがとう。あと5！あと 5！ あと 5！ あと 5！ カメちゃんありがとう。264人の、ありがとう。通りすがりの皆様、チャージできてますか？僕は、このドラえもんと200系ぐらい差開いてて、はじめまして、僕ドラえもんです。うん、このカビオンを絶対に倒したいです。よろしくお願いいたします。秘密道具出すテンションで喋んな。はい、ヌーちゃんのズキュンドキュン走り出し。2倍。ヌーちゃん。2倍、お願い。さっきまではいろいろとすまんな。行くぞ、みんな。すまん。かえちゃん、できておりません。すまん。あ、ずずず。いや別にパイナップルに言ってない。しんちゃんのかっぱ寿司に行こうな。お願い、お願い。さっきコメントがね、いろいろあったから。はい、かえちゃんの雪だるま作ろう。いいね。バイ。思い出も作っていこうな。かえちゃん、サブスクもありがとうな。はいはい、逃げたチャンネル。やばい、来るかもしれんぞ。4桁行ってこ、4桁。4桁だけ行ってこ。4桁だけ頼むわ。よし、いや、わおよーし。M1! ブー。はい、どうおはよう。はい、どう。一緒に遊ぼうな。はい、で、おはよう。今、日韓5位なの、はい、どん。日韓5位、はい、どん。何、自慢？お？自慢してんの？うん、はい、どに、今、いい感じのとこに来たよって言ってた。おはよう。あ、そう、え。ナイスギフトやな、そうやな、かえちゃん。この男倒そう、この男倒そう。ドラえもんに頭のいいのび太は倒せないんだぜ。のび太くん！なんでその、カビゴン、被ってるんだ？頭ハーンドゲーてるからや。黙れ。のび太くん、髪がボサボサだね。うん、大丈夫？ドラえもん。ドラえもん。どこでもドア出してもらって、一応今からグーで行くから。うん。よろしくな。うん。てててててて !X さんちと繋がるどこでもドア、あ、すいません。ゴミ処理場にそれ、出しに行くんで、ちょっとください。うん。ありがとうございます、ぬーちゃん。うん。ぬーちゃん、ありがとうございます。X さんちと河原社長のお家に繋がる、どこでもよ。ちょっとライターで炙っていった、それ。ライターで炙って。結構できます。すぐ X さん飛んでくる。あ、プラサラプラサラここ捕まれて。
なんで引きずられんの。すごいやつって、こうやって引きずられて。おもちゃ、おもちゃやんか。おもちゃやん、お前は。やだよ。おもちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ、おもちゃ以外、プロソロハイ以外、ちゃちゃちゃのちゃちゃちゃのちゃちゃちゃ。はい、語呂回ってないし、音痴は歌うな。いくぞ、これ勝てそうな気がする。と、1000ポイントの準備だけ、3000コイン期待負ける。勝てそう、よし、いや、はいどーうまい差し込み、はいど、はいど、あ、はいど、はい、はいど、はいど、はいど、うますぎ。せーの、あよいちょーい、イエイ。はい、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 なんでも勝てない、は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 い、なんでも勝てない。黙れ。ミュートです。あ、おいちゃん。ごめん、ユニバチャージしてもらって、ユニバ分。うん。で、ちゃん。成功して投げてもらって、うん。かえちゃん、はじめまして、うん、勝てたらフォローする。ごめん。うん。ありがとう。シーさんもみんなまとめてるらしいですから、だ、だ、だ。